木村農園です。今日は家庭菜園向け動画で大根の種まきをしていきます。私は20年前に大阪から島根県に Iターンしてきて、新規就農でイチゴを栽培しています。このチャンネルでは家庭菜園向けでプランターやあとお庭とかでですね、美味しい野菜作りのやり方なんかを紹介しているので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。スナップエンドウの方ですが、順調に大きくなってきています。誘引するときに折れてしまったスナップエンドウですが、脇芽が出てきているので、これも出遅れますが、他のと同じように大きく育つと思います。このまんま様子を見ましょう。じゃがいも、北あかりを植えたところです。2月22日に植えました。今日が3月18日ですね。もう1ヶ月経つんか。まだ芽が出る気配がないですね。寒かったのとマルチをしていないから遅れているのか、もしかしたら当該で凍って腐っちゃったかもしれません。草がね、少しずつ生えてきました。まあ、草刈りをした方がいいんですが、間違ってじゃがいもの芽を傷つけたらいけないので、今はまだそっとしておきます。で、草刈りというか草抜きというか、この三角砲っていうやつで草を削り取るようにします。で、その時にね、土寄せも兼ねてしますが、またその時期が来たらやり方をお伝えします。で、隣、3月9日に植えた紅葉2号です。こちらの方もまだ出てきていませんね。この緑のは草ですね。これも今ね、草抜いちゃうと、せっかく発芽しようとしていた人参の芽が傷つくので、このまま様子を見ます。で、人参の向こう側に5メーターぐらいスペースが空いているので、今日はそこの方に大根を植えていきたいなと思います。では反対側に行きます。ではこの人参の反対側に大根を植えていきますが、今日はこの大根サンタロを植えます。これは春に植えても秋に植えてもほぼ一年中植えれる種で、大きさも小さいうちに収穫しても程よく大きくなって収穫しても美味しいという大根の品種となっています。で、通常ですと畝をこう台形の畝を立てますが、冬大根ほど大きくして収穫しないので、クワと冷気で軽く土を寄せて形を整えておきます。あと肥料の方も今日はアミノエースを巻いておきます。巻く量はですね、普通は歩きながら3歩から5歩の間に握り拳1つ分を巻いていきますが、やや少なめに巻いておいて、足らなければ追肥をします。軽く台形に畝を作りました。水はけの悪いところや大きな
大根を育てる場合は高い畝にしてあった方がいいです。あとですね、小石とか、あと前の残菜って言って根っことか残っていたら取り除いてやった方が大根が綺麗な形になります。続いて種を植えていきますが、これはね小さめで育てる分なんで 2,30 センチ間隔で植えていきます。今作った畝はですね、幅が40センチぐらいなので2畳植えて打って、左と右に2列で植えていきます。で、千鳥で交互に植えるような形になりますが、畝の幅が狭い場合は1畳植えて言って1列で植えてもいいと思います。で、20から30センチの目安はですね、こういう棒をね利用したら分かりやすいです。ここにメジャーであらかじめテープでね30センチ置きに印つけておきます。で、畝の上に置いて植えていくと、種をまいていくと、でまた棒をずらしてっていう風にすればいいです。身近な畝の場合はそのままメジャーとかでやってもいいと思います。私はもう目分量でやります。で、植える時ですね、このような空き缶や空き瓶で下穴を先に30センチずつに印をつけておくといいです。ビール瓶なんかがちょうどいい重さなんですが、ビール瓶を畑で持っているとちょっとね見た目がね周りから見ると勘違いされるんで、私はこの空き缶でもなくてですね、このような道具を使っています。見えます？これはね20年前に井戸を掘る道具を譲ってもらいました。ちょっとここ割れちゃってるんですが、ここにビニールの弁がついていて、でこう地面をこう突き刺すとその弁から土が入ってここから出てきて取り除くっていうので、こう穴を掘っていって井戸を掘るっていう道具を譲ってもらったんですよね。ただこの辺は粘土質であってまた石もあるので使えませんでした。海岸線沿いのね砂地なんかは使えるかなと思います。でもこれ使わなくなったやつに、これ水道パイプで作ってあるんですが、この水道パイプのキャップと呼ばれている蓋をつけています。で、この蓋で先ほどの30センチの目印をつけていっています。ではやっていきます。これで丸い下穴がつきました。そこに種をね3粒から4粒まけばいいと袋には書いていましたが、私は2から3粒種をまいていこうかなと思います。続いて植え穴を土でかぶして鎮圧といって上から土を押さえます。土を押さえることによって水が下から湧き出るようになります。これで大根の種まきが終わりです。あとはね水をたっぷりやった方がいいんですが、週末に雨が降るということなので私はこのまんまにしておきます。あとね黒マルチをする方法もあります。今日はしませんでしたが、草抜きとかが大変な場合は黒マルチをしてやってもいいかなと思います。春本番になってきたので、家庭菜園で露地で育てる野菜やプランターで育てる野菜、いろいろこれからも紹介していきたいなと思いますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。今日の動画が良かったなと思った方は
いいね、高評価ボタンと、あとね、何かコメントいただければできる限りお答えしたいと思いますので、よろしくお願いします。今日も見ていただきありがとうございました。